ちょっと無理。今回は三国志14パワーアップキット実況していきますぞ。前回は関水軍を滅ぼし武漢を攻略したところまで。関水軍を滅ぼして増えたのは二人だけと厳しい状況ですぞ。まさか姿勢一択より厳しい展開になるとはな。猪突や一騎打ち系の特性が内部将が多いのに驚きですぞ。いるとは思うけど、領収には少なかったということかな。それ以外赤特性ならいくらでもいたのですがな。それは言わないお約束。では、泥沼騎士の曹操軍との戦いを頑張りますか。今からトレコート進んでいけるかで胃が痛い。二の矢がないので確実に攻略できる体制に持っていく必要がありますからな。相変わらずの百稼ぎ。炎丹軍は頑張ってはいると思いますぞ。あの勢力を率いる器ではないんだろうな。孫権はもう主乱になってとき狂ってる模様。今気づいたのですが、蔡宗を有料軍に攻略されたのですな。驚き通り越して変な声が出た。どうしたら長江での戦いで有料軍に負けるのか。間違いなく采配というか、兵の配置が間違えてるんだと思う。孫権軍が甲子まで進出したらダメになる典型例ですな。前線が兼領しかないという判断で他に兵が送られた結果なのでしょうな。バカすぎてもうコメントしたくない。孫権軍に頼ることはできないでしょう。頼みの綱は優勝軍だな。我が軍の南を支えてほしいところですぞ。有料軍を圧倒できれば面白い展開になると思うんだけど。で、この曹操軍を殲滅。普通に帰っていきましたぞ。補給線切れてなかったのが運の尽きだな。あの部隊を殲滅して援攻略楽勝と思っていた気持ちを返してほしいですぞ。考えていた戦略が早々に破綻したので。弓矢蔵を作りますぞ。領収でも縁でもやることは変わらず。弓矢蔵を建設しつつ、歩を取りなんとか援攻略につなげたいですぞ。早速妨害してきやがった。素早い動きですな。馬長はすぐ戻したから問題ないけど。長王は生き残れないかもですな。捨て駒としてはちょうどいい。長王がやられてる間に弓矢蔵を増設しつつ。やられたのは今ですぞ。補給線切られた段階で終わってたから。あとは火罠とか落とし穴を設置して少しでも削る作戦で。長打領収ならなんとかなりそうですな。あとは罹患の系とかいろいろうるさすぎ。攻撃以外や地域よこせでさらに下がるのみですな。多少は仕事をする弓矢蔵ですな。50減らせれば御の字だ。なんでそんなところを欲しがるわけ。天水の土地ならいくらでもあげますぞ。両家と長英には逃げられたか。少しでも縁の兵を削るべく。逃げれない領収を襲い。いい勝負ですな。やっと撃破。戦う場所の幅が狭いのが原因ですな。仕方ないといえば仕方ないんだけどな。五郎冠は落ちたままか。顔料は曹操軍に寝返りましたか。炎章がいなくなって稼がなくなったからだな。欲しい人特定ですぞ。捕まえたらなんとか投用したいところだな。地道な建設作業が続く。馬長軍はもはや土木勢力と言っても過言ではないですな。できれば建設系の建設速度が上がる施策とか欲しかったよな。誰が使用するんだという世界ですな。失踪遂行持ちの馬長は建設作業に最適。土建会社の社長が働きまくる世界線ですな。零細企業だから仕方ない。まあ、今は両家撃退のために戻るんだけど。失踪遂行持ちが来ましたぞ。使えん。両家を潰せば援攻略が見えてくるかもですぞ。援の銃声が1万3千程度、なんとかならなくもなさそう。逃がすなよ。宝徳が穴を掘り、炎鋼が弓矢蔵を補修する。馬体と馬岩で地元の邪魔者を排除ですな。ああいう汚れ仕事も大事。ティモッティを排除。これで仕事がやりやすくなりますな。縄張りを広げるべく地域を奪いに行く。加工士は生きてたのか。いろいろやっている過程で逃げ出したのか、上司にさらわれる前だったのかですな。ある意味幸せに余生を過ごせそうな予感。それは間違いないかもナイフな話ですな。またジモティが邪魔しに来た。あの程度の数と言いたいのですが、なかなかに凶悪なのですよ。少数精鋭ってやつだな。さらに減った兵は巨匠から補給されるわけですな。あの補給線を切らねば勝ち目はなさそうだな。切れたら苦労しない巨匠からの補給線ですぞ。長英に微妙に絡まれた。補給線を弓矢蔵建設で切ったので問題ありませんぞ。正義は補給線切れなかったから絶対で。徴兵が2万程度の時になんとかしたかったけど。巨匠からの輸送隊が到着しますな。
巨大ゼネコンには資材力ではかなわん。地道に弓矢蔵を建設するしかありませんな。それも1万4000でな。なんか縁から書き込みに来たな。弓矢蔵建設の邪魔しに来たのですかな。結構な数だな。それでも、徴兵の残りは1万5000もあるという。厳しいな。空き巣狙いをしようかと思ったけど。対策済みですぐに戻られましたぞ。厳しいな。打ち手がありませんぞ。打ち手がないなら、打ち手がないならまた弓矢蔵を建設する簡単なお仕事に戻るだけ。それも馬長1万4000でですな。作業員が多い方が建設する時間が短いし、人海戦術ですな。と思ったらまた出てきたし、建設作業の邪魔をしに来たのですな。てか、水耕馬長を倒しに来る兵数じゃないな。2万5000近く出しましたかな。あの数じゃ逆に手が出せない。逆襲されたら終わりますぞ。補給線が切られないようにだけ注意せねば。今は心静かに弓矢蔵を建設するだけですぞ。ワンチャン補給線切りからの殲滅を目指してみる。補給線切りは今回は禁止にしてないはずですからな。正直、してるつもりだったけどしないと厳しいから解禁したはず。領収での戦いも厳しかったですからな。今も十分厳しい。馬大義兄弟組が仕事をしてくれれば援交役に結びつくはずだけど、順位は返すわけにはいきませんな。誰に炸裂させた。援交の戦法だけですからな。ダメージない固有戦法はきついよな。強化系は特にですな。傷の強は強いんだけど、領収が戻ろうとしてるけど、上位撃破ですぞ。あとは準優と領収だけだけど、合わせて1万近くいますぞ。豪華で燃やされながらどこまでいけるか。なんとかなってる。準優が撃破できるかが微妙なラインですな。領収はもう実家。この感じ、援交役が見えてきた。領収撃破ですぞ。残り準優も残り2点程度。馬長は武漢に戻るよう指示は出しましたが、まあ、その前に弓矢蔵建設お願いしたけど、深夜は有料軍に攻められてると。巨匠は陳竜に兵を送ったばかりですな。曹操は延旦攻めに忙しいと。これは後期ですな。千載一遇のな。早いところ攻略準備を整えねばですぞ。その前に陳竜を撃破して、これで残すは稲の攻撃準備だけですぞ。上田と馬長を早く戻さねば。弓矢蔵を建設している暇ではなかったのは間違いないですな。ああ、外交がうるさい。馬長が戻ったので勝者報徳と一緒に出陣。曹操軍を殲滅した馬大義兄弟組は戻らずそのまま布陣させておりますぞ。戻して再出陣が面倒くさかった。準備が整ってので攻略開始。強化の迎撃ですぞ。ここでか。数はそんなに多くないですが、勝者報徳が狙われておりますぞ。まずい、なんとかしろ。馬長が仕掛けた。ここでやってくれる男が馬長ですぞ。負ける武力差ではない。一撃打ち取りを期待したいところですぞ。清涼の金馬長水産その万有後悔せよ。一撃はなし。落とせないのかよ。最後の兵が何だったのか。でも、式は落ちて能力ダウンしたから石。今度は馬岩が仕掛けていく。武力差はほぼなし。先ほど負けたのに怪我してないのですな。さすが岩剣。その万有、後悔せよ。体力は回復してないと。あれだけ体力が減ってれば勝てますな。勝てなかったらヤバいレベルだし。強化撃破。これで障害はなくなった。早く縁に取り付かねば。取り付いた。ここでまた強化が出てきたけど、速攻で馬岩が仕掛けていく。二度負けて怪我をしないとは。岩剣、恐ろしい子。かかってきやがれ。その万有後悔せよ。
体力は回復してない。こんなに一気に殺しかけられるとは思ってないでしょうからな。そろそろ怪我しとけよう。強化を捕まえましたぞ。これはでかい。となればあとは攻略するだけですぞ。巨匠方面から援軍が。強化程度ならなんとでもなると思いますぞ。足が速い。第二形態城兵の残りは2000程度。援軍が来る前に攻略するのは難しそうですぞ。援軍耐えろよ。最終形態間に合わないか。援軍がやられましたぞ。さらに捕まるし。厄介なことですな。馬体が狙われたけど一騎打ちに巻き込んでいった。これで捕まえれば面白いですが。馬体はここだ。ここにいるぞ。名セリフ出た。今回何か行くことができるかですな。何をやってんの。最後で決めてきましたぞ。このレベルの相手最初からやれよ。この通りではありますな。勝っただけですぞ。ここでギリギリで援を攻略。一応東条軍からの依頼は達成ですぞ。どうでもいい依頼ではあるけど。攻略できない年越しを持ってた縁を攻略できたのは素直に嬉しい。攻撃はしない方針ですぞ。人を出せるほど余裕もないし。捕虜は何やら文関係がメインな気が。上映まさかの赤特性なしか。まさかのゼロですぞ。本当にまずいですぞ。非常にまずいですぞ。武将が全然増えないのは非常にまずい。当然評価もなし。ここまではいいですが、この先がまずそうですな。そして一騎打ちに3回負けても健康な評価さんに驚き。眼見が仕事しすぎですな。捕虜にしておくか。というわけで、なんとか中原への入り口縁を攻略できたところで今回はここまで。次も見てほしいですぞ。